85mm F1.4 の G マスターレンズでポートレートムービーを撮りました。はい、P ショットです。P ショットは写真と動画の撮影を主な仕事でやっています。このチャンネルでは P ショットの、仕事にまつわる撮影のお話とか、機材のお話とかをしています。で、今回はこの一つ前の動画で、ポートレートムービー1分ぐらいのポートレートムービーをアップしてるんですけど、そのポートレートムービーを撮影したお話です。で、このポートレートムービーは、α7 III いつも使ってる、メインカメラのソニーの α7 III というミラーレス一眼に単焦点レンズの 85mm で開放値が F1.4 っていう結構明るいレンズで、グレードはね G マスターっていう、ソニーが作ってるレンズの、一応一番最高峰レベルのやつで撮ってます。で、単焦点の 85mm なんですけど、結構ねでっかい、もうかなり大きくて重いレンズです。はい、でその 85mm の、いわゆるねポートレートレンズって呼ばれてるレンズです。はい、でこの動画の1個前にアップしてる動画が、この 85mm の単焦点だけで撮ってるポートレートムービーになります。撮影したのはついこの間で、もう結構その最近日差しが暑くなってきて、もうほぼ夏の日差しみたいな感じです。でもうピーチボートのすぐ裏の山の中で撮りました。はい、で木がわーっとこうなんか森みたいになってるんですけど、でその、太陽が当たるところもあれば木の、影の中もあるし、もうその木漏れ日が当たるところとか、いろいろちょっとこう、場所によっていろいろな太陽の光がこう変わるっていう感じの、山なんで、どこもそうだと思いますけど、そういうシチュエーションです。はい、で基本的にはその G マスター 85mm の開放値の F1.4 で撮るんで、もちろんそのままでは撮れないんで ND フィルターをつけてます。結構濃いやつ。はい、でピクチャープロファイルは10番ってやつの、HLG ハイブリッドログガンマっていうピクチャープロファイルで撮影してます。はい、ログ撮影と違ってハイブリッドログガンマの場合は感度が100から使えるんで、一番低い100の感度で、だからND フィルターもその高感度で撮る時よりかは比較的薄めの設定で撮れるん、といっても F1.4 なんで、それなりには濃くなりますけどね。でも S ログとかにするとね感度800からになるんで、感度800の状態に比べると、薄めの ND フィルターで撮影できてます。もう撮影してるのはねほぼっていうかもう全部かな、全部 F1.4 の開放値で撮影してます。はい、でムービー、ここ流れてると思いますけど、もう背景のボケ、なんかピントが合ってるところ以外の前後のボケがかなりもうわーっとすごいボケ方をしているかなっていう感じです。はい、で G マスターレンズのこのレンズの場合はその背景のボケ方もねスーッとなんかね滑らかにボケていくんで、なんかざわついた感じのボケ方もあんまりしないし、なんか自然な感じで、なんか見やすいなっていうボケ方だから、写真よりも動画になった時になんか見やすさを感じるっていうボケ方かなって個人的には思います。写真でももちろん綺麗ですけど、なんかねボケ方がざわざわしたやつだと動画になるとねさらにざわざわ感がこうなんやろ、目障りっつうかね、なんか目にすごい訴えかけてくるっていう時があるんで、結構ねこう自然に溶け込んでいくやつは、動画にはより向いてるんじゃないかなっていう気がします。はい、で今回はちょっと三脚に据えて、パンとチルトの動作ぐらいしか使ってないんですけど、前後にモデルがこう歩いてきたり向こうに行ったりっていう前後の動きをする時もね、基本的にはもう全部オートフォーカス、多分マニュアルフォーカスはこの時はね全然やってないと思います。全部オートフォーカスで任せてやってます。レンズ自体がかなり大きいんで、そのフォーカスの駆動のそのスピードとか音ノイズとかがどれぐらいあるかっていうのも気になる人いるかもしれないんですけど、もうはっきり言ってノイズはほぼないです。そのフォーカス音、フォーカスのこの駆動音みたいなのはほぼなくて、でこれぐらい歩くぐらいのこの今モデルが前後に歩いてるようなスピードは問題なく追従する感じですかね。だから前後にモデルが歩いてるのにフォーカスのスピードが追いつかなくてピンボケになるっていうことは全然ないです。モデルにピントをしっかりクッと食いついて、で一緒にこう動くっていう感じかな。ハイブリッドログガンマで撮ってるんですけど、ハイブリッドログガンマの特性としてそのコントラストが激しいところだから、ハイライトがもう日差しがきついところとシャドウが濃いところが1つのフレームの中に収まってる絵の時に、白飛びしにくかったりとか黒潰れしにくかったりっていうのがまあ特徴なんですけど、まあ、この時も、まあ、真夏の日差しよりかはちょっとまだ柔らかいけど、まあ、でももうほぼ夏の日差しに近い感じの状況だったんで、まあ、白飛びしやすい、黒潰れし、まあ、だから明るいところと暗いところの差の明度の差がものすごく激しい状態でした。だからちょっと日陰のところ行っても木漏れ日のところは白飛びするし、暗いところは黒潰れするしみたいな感じ、普通に撮ってしまうと。でも HLG で撮っとくと、そのハイライトが白飛びあんまりしないような、まあどうしても白飛びしてるところもありますけど、まあ、普通に撮るのに比べると白飛びが軽減されてるっていう感じで、黒潰れもそれほどしていない感じかな、普通に撮るよりかは。そうですね、HLG なんですけど、少しだけグレーディングしてます、まあ、グレーディングもトーンカーブをコントラストを中心にこう明るいところとその暗いところをどれぐらいにするかみたいな、そこを中心にしてる感じかな。もうそこがメインって感じ、僕の場合、今回の場合は。写真もね少しだけ撮ったんですけど、まあ、写真はねいつも撮ってる感じで、もう普通に使いやすいって感じ、まあ、普通にもう綺麗に写りますって感じですね。で写真も全部 1.4 の開放値で撮っています。まあ、ムービーのオートフォーカスも問題ないのと同じで、写真の方のオートフォーカスも何の問題もない感じです。まあ、基本的にはね瞳 AF を使ってコンティニュアンスモードで撮るんで、常に瞳にピントがいってる感じ、もう前後に動いたところで、うん、でもうそうですね、だからもうモデルのその前後の動きぐらいのスピードは何の問題もなく、もう写真の時も常にもう捕まえたまんまピントを。で 85mm F1.4 は、ポートレートレンズって呼ばれるだけあって、もうかなりポートレートにはもうもってこいのレンズだと思います。ただ被写体の距離とか、まあ、ある程度ね使用する場所っていうか場面が限定的な感じではあるんで、まあ、使用頻度が多いかっていうと 50mm とかに比べるとちょっと使う場面が少ないかなっていう気がします。ただ抜群の絵は撮れるんで、まあ3本目4本目ぐらいに揃えておいてもいいんじゃないかなっていうレンズかなっていう気がします。僕も個人的には使用頻度で言うと4番目ぐらいかな、4番目ぐらいな気がします。4番目、うん、4番目かな、3番目ベスト3入るかな、トップ3入るかなっていう感じ、まあ4番目ぐらいな気がするな。そんなめちゃめちゃは使わんけど、たまに使った時の威力はすごいよっていうレンズかな。で 50mm よりもその歪みが少ないんで、シュッとした感じで写る、シュッとしたっていうかそのクールな感じとか洗練された感じとかっていうイメージが強い絵になりやすいかなっていう気がします。はい、だから僕が使う場合はねちょっとクールな感じで撮りたいなとか、ちょっとこう大人っぽい感じのイメージで撮りたいなっていう時に使うレンズになるかな。はい、でもこのレンズのね欠点的なところがまあ1箇所あって、それはねあんまりね寄れないって感じかな。そう近くで撮ろうと思ってもあんまり接写ができないんで、まあ、そこそこ離れた状態で撮影することになります。まあ、例えば小物とかイヤリングとかついてたりとか、なんか小物つけてたり、そこのアップだけちょっともうこのままこのレンズで撮りたいなっていう時にあんまり寄れなかったりみたいなのはありますね。はい、こんな感じでポートレートとかね普段からピーチフォトではもう撮影結構多いんですけど、まだ作例の紹介とか機材の紹介とかしながらやっていこうと思います。はい、ということでピーチフォトでした。ではまた。